それでは反射します。本日は那須ロープウェイご乗車いただきまして誠にありがとうございます。ロープウェイは三条駅を離れて三陸駅へ参ります。運転時間は約4分となっております。進行方向左側、標高1896メートルの朝日岳が真横に見えております。進行方向右下には那須の野原の景色が広がっております。ちょっとかすみかかってるような感じなんですよね。はい、まもなくです。中央通過いたします。36、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 
ラッサムプロパンの大変良好です。以上で無線の試験を終了します。はい、進行方向右下、お客様がロープウェイに来る際少し手前に売店と駐車場のあるエリアがあったかと思います。あちら大丸という場所でございまして、那須温泉郷の一つであります大丸温泉のあるエリアでございます。大丸温泉について一つお話を。那須町には皇室の別荘御用邸がございます。場所はこのまま那須街道を下っていただきまして、湯本温泉のエリアを通り過ぎますと一軒茶屋という交差点がございます。こちらを左に曲がっていただきますと御用邸の場所にたどり着きます。まあ御用邸の建物とか見物はできないんですが、御用邸では温泉を引いているそうです。湯本温泉が近くにあるということで御用邸では湯本のお湯を引いているのかと思いきや、御用邸では少し離れた大丸からお湯を引いているそうでございます。湯本温泉には鹿の湯という源泉の立ち寄り湯がございますが、こちらのお湯はいわゆる濁り湯でございまして、それに対して大丸温泉のお湯は透明なお湯で泉質が異なります。皇室ご贔屓のお湯は透明な大丸のお湯であるというお話でございました。温泉についてもう一つ、江戸時代温泉番付というものがあったそうでございます。相撲の番付に見立てて温泉をランク付けしたものでございますが、この当時横綱というくらいはございませんでした。ですので最高位は大関、東の大関草津温泉、西の大関有馬温泉と有名どころ2つ並んだその次、東の関脇がなんと那須温泉です。開湯して1300年以上の歴史を誇る由緒ある那須温泉、江戸時代の頃も人気格式ともに高かったことが伺われます。お待たせいたしました。まもなくで三陸駅到着となります。到着の際ホームが下がりまして、その際ゴンドラ横に揺れますのでご注意ください。ゴンドラは減速してゆっくりとホームに進入しております。到着まではもう少々お待ちください。はい、これが下がりきった時揺れます。はい、揺れます。はい、それでは扉を開きます。